勝利ということになります。それでは今日の一戦、琉球アスティーダと岡山ディベッツの一戦を振り返っていきましょう。まず第1マッチダブルス、琉球がディピンとチェンジェンアンのペア、アウェーの岡山ディベッツは森園マチのペアとなりました。このダブルスですが、まあ、第1戦ですがいかがでしょうか。そうですね、2ゲーム目の中盤まではずっと岡山のペースだったんですけども、まあ、途中から琉球ペースになってですね、勝つチャンス十分あったんですけども、3ゲーム目ですね、まあ、リピン選手のボンミス2本が痛かったですね。はい、まあ、そのミスを見逃さなかったのがこの岡山ペアとなります。ダブルスを取ったのがこの森園と町のペア。そして第2マッチシングルス、チュアンチーワンと17歳のチョ・デソンの一戦となりました。いや、この試合も、まあ、チョのいいところが非常にこう多く出ていた、そんな試合でしたね。そうですね、まあ、さすがに3ゲーム目、チュアンが 8-1 でリードしてですね、そのゲームを取られたのが非常に致命的だったですね。はい、まあ、第1ゲームは11-9チョが取ります。第2ゲームは11-10でチュアンが取り返します。そして第3、第4とこの若き韓国の将来のスターチョ・デソンが取り返して、ゲームカウント3-1でチュアンを下しました。そして第3マッチのシングルス、琉球アスティーダは吉村真晴、岡山ディベッツは吉田正樹との対戦となりました。まあ、第1ゲーム第2ゲームは吉村が11-8、11-6で取ります。しかし第3ゲームに入り、吉田が11-9と、取り返しましたね。そうですね、もうさすがにストレート負けは防ぎたいということで、まあ、吉田選手も発奮しましたね。はい、そして試合が決まります第4ゲーム、11-6、吉村真晴が見事に吉田を下しました。まあ、これでマッチカウントを2-1にします。そして運命の第4マッチシングルス、琉球が中西北、そしてダブルスにも登場しました岡山ディベッツが森園正隆との対戦となりました。このゲーム振り返っていかがでしょうか。そうですね、森園選手も非常に健闘したんですけども、もう少しですね、打つボールをこうミドルに執拗に混ぜて、はい、攻撃を組み立てていけばチャンスが出たんじゃないかなと思いますけど、まあ、しかしさすがですね、チュのカットと攻撃の安定性は非常に素晴らしいものがありますね。まあ、森園の攻撃に対して、まあ、守りもしながら攻めもいくという、まあ、このスタイルを貫いた中西北が3-1で森園を下しました。マッチカウント2-2、同点となります。まあ、この最後の意表をつくフリックのレシーブは本当に素晴らしいと思いましたね。はい、そして運命のビクトリーマッチシングルス1試合、琉球が吉村真晴、岡山ディベッツがこの韓国の17歳チョ・デソンが出てきます。まあ、シングルス1ゲームのみ、まあ、このゲームでチームの勝敗が託されたわけですけれども、振り返っていかがでしょうか。そうですね、吉村選手4-2からサーブ権を持ってたんですけども、そこで2失点したのがですね、敗因だと思いますね、私は。はい、まあ、この韓国の17歳チョ・デソンがシングルスでも勝利、そしてビクトリーマッチでもこの吉村から白星を挙げました。今映っているのが韓国の17